それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話しさせていただきます。はい、私から2点お話をさせていただきます。まずは2月17日から始まった第1回定例会が本日終了いたしました。この度の議会、私にとっては任期中最後の定例会となったわけでありますが、新型コロナウイルス感染症をはじめ物価高騰への対応など動静上の重要課題につきまして議員の皆様と活発な議論をさせていただきました。また国家予算としては過去2番目の規模となります総額2兆8507億円の令和5年度当初予算案、そして総額308億円の補正予算案、28件の条例案につきまして議決をいただきました。議会の議論、これを受け止めながら速やかな予算執行に努めまして、道民の皆様の暮らしの安心や本土経済の活性化に向けて切れ目なく取り組んでいきたいと考えています。